はい、こんばんは、うさです。ドラゴンクエストビルダーズ2。それでは今夜も、続きからやってみたいと思います。はい、なんかいきなり喋りだそうなのがいます。異常なーし。はい。あ、違う。何やってんの？開けてるよ。やっほー、うさ。土が増えて畑も広がっていい感じじゃん。でも野菜を狙ってか最近やけに魔物が多いよね。衛兵の私としてはマジ見過ごせないよ。だからね、ウサ、今よりもっと強い武器を作って私に装備させてくれない？強い武器は、そうだなぁ、指導君と一緒に戦いの経験を積めば、あんたも刺激を受けてひらめくかもよ。さあさあ、お願い。金床で石の剣を作って私に装備させて。マジでいい武器欲しい。しょうがねえな。石の剣、攻撃力18。いってみよう。1個。ほんとなんていうか、情緒も、シャララもなく、できるよね。どうどう、うさ、お願いしてた石の剣は作れそう？せっかく野菜ができたと思ったら魔物が攻めてくるんだもん。あいつら油断も隙もないよ、マジに。そっか。魔物って結構ベジタリアン？はい、石の剣を装備させた。すごいじゃん。石の剣を装備させてくれたんだ。マジやばい、ありがとう、ウサ。強い武器を作れるようになったら、私や指導君みたいな戦える仲間にどんどん装備させてよね。強い装備も作らずに、魔物強すぎ、やってられないとか文句言っちゃダメだからね。はーい。私ってばこんな武器なら、破壊活動がはかどるって思っちゃったけど、私破壊神様を信じるのやめたんだった。破壊神様か、そいつはどんなやつなんだ？名前は何て言うんだ？そんなの知るわけないじゃん。破壊神様の名前を知ってるのなんてハーゴン様くらいじゃないの？マジに。やば、あたしってばハーゴン様とか言っちゃった。もうウサのビルド教の信者なのに。そういえばハーゴンってどこで何してるのかな？いつか戦ったりなんかしちゃったりして。はい、達成。しかし、あれだよね。ハーゴンもそうだけども、ビルド教って名前も何ですよね。私この辺に住んでる大ネズミから噂を聞いたんだけど、教団に追われて転々としてる腐った土をきれいにできる一族の末裔がこの辺りをうねうねしてたんだって。うさ、小麦の種がたくさん育つまでまだかかりそうだしさ、大ネズミから情報を集めてきて探してきてよ。うねうねした人をそういえば探す旅があったんだ。そうだ。すごいよね、この乾いた拍手がなんとも心がこもってないと申しましょうか。さて、とりあえず行きまーす。はい、ナメクジいっぱいおるね。ビルド教って言うとさ、なんか、ボディービルダーのビルダーと引っかかって、こう、ちょっと筋肉ミクミキな感じをとても想像するのよね。腹が減ったぜ。この島に住むオオネズミは悪意のない可愛くも愛らしいオオネズミだ。見つけたら積極的に声をかけてみな。最近はおママの食い上げでお腹と背中がくっつきそうだぜ。古風な言い回しでーす。そして私は、このマップ、右上のマップにあるびっくりマークを目指していこうと思ってまーす。大丈夫だよね？なんかちょっと、夕方になってきてるけど。大丈夫だよね？大丈夫だよね？よ、よ、よ。よ。ちょっとプチ迷子になりそうだから、ちゃんとマップを確認していきましょう。はい。ここに行こうとしてるのね。はい。いや、多分忘れると思うんだけどね。またね。さて、はて、はて、さて。
やばいかな、やばいかな。夜になっちゃうかな。あ、なっちゃったかもしれぬ。やばいかもしれぬ。導きの玉でちゅー。おや、あなた、この不思議な場所に引きつけられてやってきたのですね。びっくりマークに惹かれてきました。僕の後ろにある玉は、触れるとその場所にワープできるようになる、なんとも不思議な玉なのです。一度玉に触れておけば、ボタンで開く地図から一瞬で移動できるようになります。この島はそれなりに広いですから、拠点との行き来に役立つはずです。玉を見つけたら触れておくのをお忘れなく。おっと、もしこの辺りのことを聞きたいなら、そこにいるネズミに聞いてみてくださいね。なんかとっても本当にいい子たちだよね。ネズミ。うねうねでちゅー、ちゅ、なんでちゅ、君は。やたらニコニコとした顔をして、大ネズミをさ、バカにしてるんですか。ちゅ、この辺りに土をきれいにする一族はいないかでちゅか。土をきれいにする一族っていうのはよくわからないでちゅが、ハーゴン教団の連中が険しい顔で東に走っていったでちゅ。ひょっとしたら何かあったかもでちゅね。地図に目的地が表示された。そうそう階段の手前にいる大ネズミとは話したでちゅか。冒険に役立つ話を聞けると思いまちゅ。まだ話してなかったら声をかけてみるでちゅ。ありがちゅー。玉。導きの玉を起動した。あら、まあなんか、神秘的な感じがなくなっちゃったけど、まあいっか。さてと、東、この、びっくりマークを目指せばいいのかなーって、またいっぱいいる。寝てればいいのに、あんたら起きなくていいよー。ドラッキー。結構そーっと、あ、え、海だよ。びっくりした。落ちるとこだった。私また落ちるとこだった。何度か落ちてるのよね。怖いよね、歴史。こんな中の方なんだ。びっくりマーク。なんだろう。あ、なんかいる。おいうさ、なんだあいつらは。悪しき大ミミズが、綺麗な土を作っていると情報が入った。この地で物を作るなど許さんぞ。そんな、ちょっと体が勝手にうねうねしただけで悪気があったわけじゃ。えい、黙れ。物をなど作って破壊をしないとは言語道断。黙って罰を受けい。キキ？どうした人間たち。我らは今、ものづくりに手を染める、悪しき大ミミズを粛清中なのだ。ありがたいお説教は後で、みっちりとしてやろう。お前たちも粛清を手伝いなさい。ミミーン、そこの人間さん助けてー。おい、ウサどっちにつく？ミミズか骸骨か。肉ついてる方がいいよね。お前たちまさか教団に逆らう気ではあるまいな。ならは仕方ない。お前たちも粛清してやる。粛清だ、粛清だー。お物は消毒だ、的な感じー。あ、ミミズが、あっちゅう間に。なんか、あ、絶対ね、魔法使うやつがね、めんどいからね、先にめんどい方、やった方がいいと思うの。あ、なんか、武器使う、こいつもめんどくさそう。あ、痛い。痛い。バックアタックとか取れるとね、いいんだけどね。あ、結構さっくりいった。よかった。魔物の群れを倒した。やっほー。やったぞ。あ、出た。ミミン、ありがとう。僕をいじめるハーゴン教団の連中をやっつけてくれたんだね。声の太いけど可愛いぞ、ミミンは。それで君たちは？かくかくしっかちっか。ビッビルダー？新しい大樹を育てるために土をきれいにする一族を探してる？実は僕、大樹の息吹を感じて方々をうねうねと探していたんだ。これは運命ってやつかも。ミミズだなぁ。僕たち大ミミズこそ、腐った土をきれいにできる一族なんだ。僕がその最後の生き残りだよ。こんなうねうねが土をきれいにするのか。きっと、農園の奴らも驚くな。うん、私も驚いた。だって人じゃないじゃん。僕、ミミズン、
ウサはまずは大地のある場所に僕を連れて行って。まあ、いいんだけどさ。何これ。なんか骨。骨？骨をなんか手に入れたっぽい。なんかドコンドコン言ってる。移動の方法がすごいダイナミック。わーい。うねうねって感じじゃないけど、まあいいか。さてと、お家帰ろ、お家帰ろ。お家は地下。あー、キキキキキ。トラキーのまた寝床を荒らしてしまった。ごめんね。すぐ出ていくからね。ドコーン、ドコーン。ちょっとうるさいよ、君。ミミズ、こんなうるさい生き物だったっけ？ドコンドコン。あ、なんか変なアングルになっちゃった。よ。もそっと静かに、大ミミズ。多分、あの、でっかい建物っていうか、あの、建造物が、町というか村のあれだと思う。私が建てておいたんです。遠くから見てもわかるように。やったー。帰ってきたー。あー、ミミズの移動がうるさい。でもミミズってさ、最後の一匹っていいのかな、これ。はーい、帰ってきたよー。仲間に入れて、かわいいなぁ、こんちくしょう。はーい、はい、はい、はい。わぁ、すごいや、ここがウサの農園なんだね。これが大地の若木か。うひゃー。こやつは大ミミズ。何をしている指導。早く駆除せんか。いや、おそらくこの大ミミズが土をきれいにする一族の末裔だ。そりゃみんな驚くよね。大ミミズよ、お前もここで畑作りを手伝うのだ。さもなくば命はない。みみみ。脅迫だ。僕怖い。大丈夫だ、大ミミズ。こいつがおかしなことをしようとしたら俺がぶっ倒してやる。みみみ、わかった。それに僕どうしてもここでウサと大樹を育てたい。改めてよろしくね。僕今日からここに住む。ここで腐った土をきれいにするよ。わあ、なんだか、うん、顔凶悪だけど、うん、かわいいね。大ミミズ。まあ、達成した。あ、なんか頭突っ込んでるよ。イエーイ。あ、なんか来てる。ちょ、寝ないと。はい。めんどい戦闘は避けるのです。はい、大ミミズも仲間にできました。これで畑の土がきれいになっていくはずなのよね。はい。このまま頑張っていけばきっと農園も復活するっすね。お題の達成に俺らも協力するっすよ。はい、ありがとう。でも、とりあえず、まずね、これはね、この人と話さないとね、扉じゃない。やったじゃん、さ、土をきれいにする大ミミズと友達になれたね。あんなうねうねに懐かれるなんて、魔物に好かれる才能でもあるんじゃないか。これでついに健康的な土を作って、畑を大きくできます。情報をくれたジバコさんのおかげですね。どっちかっていうと、ウサと情報通の大ネズミのおかげだよ。私は何もしてないし。理由はわからないけど、この島の大ネズミとリリパッドは、やたらと人間に協力的なんだ。どこかで見つけたら、どんどん話を聞いてみるといいかもね。リリパッドも、情報通なんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。そして、わーお、びっくりした。お前、いきなり出てくんな。船はとりあえず島を、はい。
はい、何でしょう。うさ、僕たち大耳族はこの島でずっと健康な土を作ってきたんだ。ほうほう。僕は健康な土と鮮やかな緑で島がいっぱいになるところを見てみたい。そのためにもうさ、早速腐った土を健康な土に変えていこう。頑張れ。ついにこの時が来ましたね。お願いします、ミミズンさん。それで、どこを土にすればいいの？そっか、カカシが立っている場所が畑なんだね。だったら僕はそこを健康的な土にするよ。ミミミー、やるぞー。僕のアクロバティックな動き見ててよねー。アクロバットな感じで、行くんだ。取り出そう。こんないらない。これぐらい。で、して。これをだな。あ、違う。畑、あ、なんか、ひどく私は破壊活動をしているような気がしてきた。なんだって？ミミン、どうかな？うさ、腐った土を健康的な土に変えてみたよ。うん、見てなかった。すごいです。農園の中で健康的な土がたくさん。ミミズさん、うささん、私本当に嬉しいです。我が輩ババンゴの実が現れてから農園の土がすべて腐り、わずかに育った作物も枯れ、もうダメかと。なんでお前たち泣いているのかよ。土ができたくらいで大げさだな。俺たちずっと腐った土に囲まれて生きてきたんだから嬉しくて、喜んでくれて僕も嬉しい。これからもカカシがある場所を健康的な土に作り変えていくね。こんな時のためにまた種をいくつか探しておいた。大きくなった畑で育てていこうぞ。キャベツだ。小麦だ。やった。達成。ほう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 、そういう感じか。うささん、この健康な土の匂い、はあ、なんて素敵なんでしょう。これもミミズンさんとビルダーのうささん、そして畑作りの天才である私の努力の結晶。健康な土ができたことで私もっと畑を広げたくなりました。まだまだ種が欲しいです。実はジバコさんに聞いたんですが、ここから苦戦の黄色い丘を越えた先に古い農園の跡地があるらしいんです。そこになら種があるかもしれません。どうか地図を頼りに探してきてください。地図に目的地が表示された。北西の農園跡地ですよ。了解よ。あら、またやっちゃったよ。そして寝るんだな、あのミミズは。かわいいな。ほほ、カカシってどこまでが範囲になるんだろうな。ほほ、頑張れよミミズ、頑張れミミズン。そして私が溜め込んでおいたこの土をもうちょっと取り出してだな。はい、オッケーかな。こんな感じでやっていけばいいんですね。わかりました。ありがとうございます。さて、こんな感じでみんなニートだった自堕落の人たちも働き始め、農園もだいぶ発展し始めました。今回はここら辺で一回終了させていただきます。また次の放送の方、配信を予定しておりますので進めていきますので、またその次の時の動画の方をアップ、またお楽しみにお待ちくださいませ。それでは今夜は寝ます。おやすみなさいませ。またね。